そろ新学期に向けての準備ですよね。市内すべて学校も網羅されているというか。はい、そうです。もう公立関係は全部揃えてます。高校はちょっとそれぞれ学校区域があっていろいろありますけど、まあ小学校中学校は対応しておりますので、はい、よろしくお願いいたします。なかなかやっぱり規定の靴ってどこでって皆さんねちょっと悩まれるところは、ぜひねこれを見て、はい、あ、ここにあったんだって、ね、来てもらえるといいですよね。牧田しか境にはないですから。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。そしてねまた子どもさんどんどん大きくなるのでサイズ選びも悩ましいとこではないでしょうか。はい、悩ましいですけど、まあ、ちょっと大きいぐらいを選んでいただいて、うん、であんまり大きいのを選ぶと、うん、まあ、腰に負担がかかったりとかして幼少期から良くない症状が背骨に出てきたら困りますので、ちょっと大きいぐらいの感覚でおすすめしています。こまめに見てあげて買い替えというのがちょっと重要ですよね。もうリーズナブルなお値段ので、かといってちゃんと日本製のちゃんとしたメーカーを揃えてますので、よそのブランドとかっていうのに比べるともう日本製のしっかりしたムーンスターとかアサヒとかそういうのところを扱ってますので、品質は保証いたします。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。、はい、やっぱり合わすって大事ですよね。そうです ね一緒においでてくれて、もううちに来てくださる方は皆さんも一緒においでてくれて合わせて、なるほど、でそれなりの歩いてもらってっていう、うん、対応してますので、やっぱり履いた感触大事ですよね。はい、大事です。、ね、もう3月も半ば過ぎてきたので早めにということで ね、ぜひちょっと気になっている方、はい、早く来てもらえるといいですよね。そうです、はい、よろしくお願いいたします。はい、あとこちらいろんな靴があって、特にご高齢の方の靴も力を入れてらっしゃるということでね、はいはい、今年からちょっと皆さんお外に出ようかなという気分になっている雰囲気どうでしょう。そうですね、コロナも落ち着いてるのかなんかちょっとややこしいところもありますけど、政府の見解がまあご自身のその価値観に合わせて、まあ、出かけましょうっていうのを推奨してますから、足元が一番ですので、やっぱり靴選びで出かけるのは楽しさ変わりますよね。そうですよ、やっぱ女の人って言ったらもうお洋服から足元にかけてやっぱりちょっと新調したら心も華やかになって、まあ、こちらもう早くもこう春らしいちょっとね、はい、ウキウキするような雰囲気の靴もあるので、そうです、ウォーキングタイプが幅広タイプで揃えてますし、うんうん、春色もいろいろありますので、まずは履いて合わせてみてと。そうですね、うん、じゃあぜひプロの目でまたアドバイスの方よろしくお願いいたします。はい、こちらこそよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。